当時。まだ冷静でいるのはさすがだな、龍炎。他のクラスを潰すのも黒幕を引きずり戦わない。こっちにもいろいろある。負けねえと思ってんのかよ。悪いな、負けるのは想像つかない。敵をどこからでも狙ってやる。負けることが怖くないの。常人は痛みを知れば、それが恐怖。その痛みってやつを教えてもらおうか。いるのか試してるんだが、あいにくと何もないな。そうかよ。普通じゃねえな。もういいさ、龍炎。お前が勝っても俺は何度でも食らいつく。クローゼさあ、お前の感情を見ろ。心は動かない、感情が覗くはずもない。ああ、それだ龍炎。自分の中にも恐怖が存在することが。